皆さんこんこにちはジョーです今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットと今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います、えー、早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですがビットコイン非常に狭いレンジで引き続き推移をしていますで先日ですねバンエックのビットコイン現物 ETF が SEC からまあ拒否 リジェクトされたというニュースもあって少し今材料を見失っているような状況でもあるんではないかなと思っていますまあその一方で今ですねマーケット仮想通貨のマーケット全体としては非常に底堅い推移プラスまたアルトコインに資金が入っていっているような状況かと思いますでそんな中ですねイーサーに関してはメタバースだったりとか NFT の非常に活況な状況っていうところを反映してビットコインとも比べても相当底堅い推移を継続して いいけてるんじゃないかなかと思いますので、まあ今あの非常にビットコインはなかなか買いづらいというかあの上昇を見越して買うっていうような感じではないにせよ、えー、まあ仕込んでいくっていう感じだと思うんですけども A 社の方が比較的前向きに買っていけるような今試合ではあるのかなと。でプラスそれに加えて、えー、ここ最近の非常に好調なメタバース関連の動きまあ ニュースとかっていうのをよく見ますけどもそういったところを反映してやはりですねこのマナーだったりとかあとはサンド昨日大きく上昇してましたけれどもこういったところへ新たに資金が入っているとでプラスそれに加えてまあバランチだったりとか引き続き大きく注目をされている DeFi 関連の銘柄には資金が継続して入っているというような今状況となっています、まあ、おそらくこの NFT だったりメタ,あのメタバースそして DeFi 関連の需要っていうのは 今後も高ままっていいくと思いますので、えー、継続ししててウォッチいいいきたいと思いますでそんな中なんですけれども、昨日もちょっとご紹介をしたんですが、えー、こちらの僕の動画の,あの概要欄の方にあります、今、あのたった10ドルで、まあ、総額5000万円相当の NFT が当たるっていうキャンペーンなんですけれども、まあ、これですね、本当に今、えー、会話で注目をされていても、すでにですね、2万人を超える方々が応募されているようなんですが、実際にこれら今、オープンシーンに あの掲載されているもので、まあ、その価格っていうのを見てみてもこの左のボワードエイプヨットクラブのものに関しては、まあ、2,000万円を超える額ですし、まあ、この右側にあるミュータントエイプの方も、まあ軽く数百万を超えていくような規模の NFT だったりもあるのでこれがまあわずか10ドルぐらいでもらえるチャンスっていうのが あるということで、ぜひ皆さんですね、概要欄の方にリンクありますので、まあ、できる限り早くこういったところを応募して、まあ、チャンスつかんでいただければなと思っています。もちろん僕も,もう昨日の時点ですでに応募していますので、ぜひ皆さん一緒にこの辺り勝てるといいですね。はい、ぜひやっていきましょう。はい、ということで、ニュース見ていきたいと思うんですが、早速同じボアドエピオートクラブの関連のニュースなんですけれども、アメリカで非常に有名なこのティンバーランドというですね、 音楽ののプロデューサーサ方ががいらっしゃるんですがこの方がこのワードエピオットクラブの NFT をですねあのまあ何ですか主役みたいな感じで扱っていくプロダクションっていうのをローンチしましたよと。で実際にこのまティンバーランドさんで皆さんご存知でしょうか一応ちょっと見ていきたいんですがこの方でジャスティン・ティンバーレーグですとかネリー・ファタードとかですね非常に有名なアーティストをかなり前から プロデュースしている方です,すごくアメリカで有名なんですけれどもこの方がこのボワードエピオットクラブの NFT のオーナーたちに向けてプロダクションをプロデュースを行っていくような会社を立てますと。で、今後彼が実際に楽曲提供とかを行っていくことによってよりこのメタバース空間での音楽活動っていうものをやっていきやすくようにしていくということらしいですおそらくあの音楽関連以外の人たちも えー、プロデュースをしていく形になると思うんですが、まあ、彼の,そのネットワークとあとはそのミュージック音楽っていうところの、まあ、強みを使っていくことで今後どん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 メタバース空間での,、まあ、その音楽活動っていうのが、まあ、活発になっていくのかなと思いますしおそらくそこでの、えーまあ、アーティストの活動っていうのもかなり活発化してくるんじゃないかなと思ってます。まあ、ここううううなっっっってててくるととととによよ、まあ、より NFT を、まあ、持かととか買ってみようとかそういったな 需要も高まってくると思いますのでぜひ注目をしていきたいと思いますはい次なんですが NFT の関連なんですけれども NFT のそのイーサレムのチェーンの方で非常に有名なこの PPLP なんちゃらって書いてあるこれ多分ですね Peoplepleaser っていうふうに日本語で言うと読めるんですけれどもいわゆるその人々を幸せにする喜び喜ばせる人みたいな感じの名前なんですねでその方が 今、イーサリアムのチェーン上で、えーまあ、活動をメインにしているアーティストなんですが、今後はソラーナにも注力をしていきますよというニュースになっていました。で、まあ、これ、まあ、背景だったりとか下に書いてあるんですが、まあ、どういう理由でかっていうと、やっぱりそのイーサリアム上での NFT に投資をしている人と、あとはソラーナ上での NFT に投資をしている人だったりとかっていうのは、まあ、結構層が違うと。やっぱりソラーナの方がまあ比較的 あのまあ新しいもの好きだったりとか、そういったものが属性としてあるので、まあより幅広いリーチをしていきたいということで、両方のチェーンに対して nft を提供していきますよ。ということが発表されていたんですね。で、これっていうのはおそらく今後他のたくさんの nft だったりとか。あとはそのメタバースっていう観点からもあの同じようになっていくんじゃないかなと思っています。やっぱりそれぞれのメタバース空間だったりとか。 まあチェーンにも属性っていうものがあって、まあ、多くのいろんなその人間でも人がいるようにプラットフォームでもどこに集まるかで、まあ、結構まあ属性だったり空気感っていうのが違うと思うんですねなのでまあそれに向けていろいろとやっていく中でじゃあ e s a l だけのチェーンにこだわらずにソラーナもやっていこうっていう人がおそらく今後は出てきてより活発的にこのまあソラーナだけじゃないんですけども両方のチェーンだったりとか他のチェーンに対してどん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 物を提供していったりとかあとは これまでそんなに有名ではなかった人たちがメジャーなチェーンではなくて、まあ、もう少しマイナーなチェーンで活躍し始めてまあじゃあ今後はソラーナとかイーサアムに来るみたいなことも今後は出てくるかなと思いますので、まあ、この辺りのトレンドっていうのは非常に面白いかと思いますしまだまだやっぱりこの、まあ、NFT とかメタバースの空間の今後の発展っていうところはこれからなんだなっていうのを改めて意識されるようなニュースかと思います。 はい、えー、次のニュース見ていきたいと思うんですがこちらグレースケールのグレースケールインベスメントの CEO の方なんですけれども、まあ、彼らですね現在メタバースに関連した銘柄に対しても投資をしてるんですねでまあ、今回それが報われましたねとなんと2週間で253%の上昇をしていますとなのでまあやはりいかにこの フェイスブックがメタっていうふうに会社に名前を変えてからマーケットをいかに注目し始めたかっていうことだと思いますなのでおそらくさっきあの抽選で当たりますよっていうふうに言っていたボアドエピオットクラブの NFT とかっていうのも今後もっともっと値段が上がってくる可能性っていうのは十分にあるんじゃないかなと思いますしでおそらくそういったものを持ってる人たちが作り上げていくコミュニティっていうのはより強固なものにでかつ入りづらいと思うんですよねもう NFT 限定されているので数がなので え、そういったものをま持っていたりま、今から買っていくっていう動きがさらにさらに活発化になっていくんではないかとまあの思っています。で、おそらくまではあるんですけれども、そうなってくることによってま今も若干起きているんですけど、ビットコインとイーサリアムの価格の乖離っていうのが、さらにえ進んでいくんじゃないかなと思っています。で、これはやっぱりあの性質ビットコインとイーサリアムの。 まあ、イーサののの性質の問題かと思うのでじゃあビットコインがいいか悪いかみたいな議論とはまた別だと思うんですよねビットコインと、まあイーサはそもそもものが違うとでものっていうのは質じゃないですよあの性質が違うで今後はおそらくビットコインに関しては、まあ、よりデジタルゴールド的な使われ方で、まあ、いろんな政府とかが検討していくとでそらくあのイーサに関しても政府からの検討っていうのはあるとは思うんですけれども、まあ、その一方でイーサに関しては よりこういったメタバースだったりとか NFT ですよねこういったところのまあ汎用性がさらにありでかつまあこの NFT とかまあそういったところ範疇を超えてさらに発展していくにはやっぱりイーサリアム2 0への移行の移行することでガス代の大幅な減少というところが来年は期待をされると思います。なのでまあ今徐々にビットコインと イーサラアムの価格の推移っていうのはちょっとずつ出てきていると思うんですがそこがさらにまあおそらく来年に関してはもう第一四半期に関して第一四半期のタイミングで POW から POS にまあ移行するということが大体スケジュールでも決まっているのでそういったところに差し掛かっていたりとかやっぱりイベントがより目に見えてくるとどん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 ビットコインの価格も上がっていきかつ2.0を移行した暁には え大幅なスピードのえーまあスピードのなんていうんですか高速化とあとはガス代の大幅な下落っていうのが起こると思うのでまあこの辺りよりビットコインよりもイーサ a の方がパフォーマンスがまあいいと,というかまあ逆に別の言い方をするとあのなんていうんですか相関がどん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 なくなってくるということもえ起きてくるんではないのかなという思いますのでまあそういった観点からよりえ分散投資っていうのがまあ必要というか やっってておくとといいいいではないかなか思っています一応僕はですねメインがイーサなんですけれども、まあ、もちろんビットコインにも投資をしていていくつか今後持っていく中で、まあ、その2つがメインのポートフリオにはなっていくことは変わらないんではないかなと思っておりますはいってことでいかがでしたでしょうかやっぱりビットコインのですね動きがなかなか鈍いとマーケットちょっと元気ないなっていう感じはちょっと雰囲気としては受けるんですけれどもまあ実際にメタバース関連の銘柄が非常に元気だったりとかあとはイーサーの 値動きですよねかなり本当にしっかりしていますので、まあ、結構期待持てるかなと思います。であとはやっぱり2週間後ぐらいには、えー、アメリカのシカゴマーカ,マーカンタイルエキチェンジの方で、えー、イーサレムのマイクロフューチャーあのマイクロ先物が上場されるというニュースもありますしかなり、えーまあ、いい試合には今あるんじゃないかなと思ってます。まあ、オンチェーンのデータ見てみても非常にいいファンダメンタルな状況っていうのは継続していますし。 まあ,あとは今本当に悪いニュースが出てきづらいっていうのが一つ大きな局面かと思うんですねおそらくまあ出てくるとしても規制関連で何かしらあるということかもしれませんがビットコインに関しては何か根幹を揺るがすようなニュースが出てくるっていうのはちょっと正直考えづらいかなと思いますし、まあ、イーサに関してもそのあたりはあの同様かなと思っていますただしまあ一方で NFT だったりとかメタバース、まあ、まだ出てきたばっかりだとなのでそういったことはないかもしれませんが そういった分野ののの注目度が落ちてきたたにはは少しマーケットトへのインパクといいうのはあるかと思いますただし今の株式市場を見てみてもメタバースに関連した非常に興味だったりとかっていうのはかなり急速に高まってきているでプラス今やっぱりそのフェイスブックがメタに変えたりとかあとエヌビリアがですねツイッターの方でもちょっとご紹介をしたんですがメタバースに対して非常に大きなコミットメントを持っていたりとか あとは CEO のジェイセンさんがですねもう本当に8000兆円ぐらいの規模にマーケット規模にメタバースになるよっていうふうに言っていて彼らも注力していくということもあるのでまあこの辺りは本当にこ,のこういった仮想通貨のトークン関連だけではなくてまだまだ盛り上がっていくような状況かと思うので注目を引き続きしていきたいと思います。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか。皆さん、まあ、今日の内容もそうですし、まあ、他の動画も含めて、えー、このチャンネル面白いな、興味あるなと思ってくださった方は、ぜひ、サポートのためにも、チャンネル登録や、あと、ベルボタンも押していただけると、非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。では、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。